リブノは、ボスニア・ヘルツェゴビナの都市及び、基礎自治体で、同国を構成する構成体の内ボスニア・ヘルツェゴビナ、連邦第10県に属する。また、第10県の県とである。ボスニア・ヘルツェゴビナ西部に位置し、クロアチアと国境を接する。周辺の自治体では、トミスラブグラード、グラモチ、クプレスなどと接する。リブノは、リバニスコ平原に位置し、 ビストリツァ川が町を流れているほか、周辺部はリナルアルプス山系の山地に囲まれている。リブノの平原周辺部には、紀元前2000年頃や古代ローマ期から人が住んでいたとされ、ローマ支配以前はイリュリア人の部族が住んでいたとされる。7世紀頃になると、スラブ人がこの地域にもやってくるようになり、イリュリア人はスラブ人の文化の中に取り込まれ、 言語や習慣は消えてしまった。続く3世紀の期間、カトリック信仰が受け入れられていった。リブの成立の記念日は892年9月28日とされ、これはクロアチア人君主、ムティミルが当時発行した文書による。10世紀、リブのは中世クロアチア王国、フレビアナ州の中心部であったことが言及されている。 1326年から1463年までは、ボスニア王国の一部であった。ボスニア王国のある貴族が、リブのドゥブノ、クプレスを買い、トロポリへと呼んでいた。14世紀初めに、オスマン帝国に侵略されるとボスニアは、その後、400年間その支配下にあった。19世紀終盤の1878年、リブノは、ベルリン会議の方策により、 オーストリア・ハンガリー帝国の支配下に入る。1918年には、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国の一部となり、1929年に、ユーゴスラビア王国となり9つの自治州に分けられる。リブノは、スプリトを首都とするプリモルスカ州に含まれ、政治的な地域分けではクロアチアに近かった。1939年に、自治州の区域は見直され、 クロアチア自治州にリブノは含まれた。1941年から1945年まではナチスの傀儡政権であるクロアチア独立国の領域下にあり、ウスタシャ勢力はこの間リブノ周辺の多くのセルビア人市民を虐殺している。パルチザン運動も盛んに行われ、ウスタシャへの報復として多くのクロアチア人市民も殺された。第二次世界大戦後は、 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の、ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国の後、連邦の崩壊や紛争を経て、現在に至っている。グラベリージー・グラガーサイ・グビン・コモラニ・コバキ・クリパ、ラスタニ・リブノ・ロー・パティス・ルスニック・リビンチック・マリグバー、マリ・コップリサイ・ミサイ・オージェック・オーブ・スポット・グレイディナ、ポット・グレダ・ポデューム・パトクロッチ・パタコニ・ポトック・プライルカ、 プライズッププロローグプロボレイドノーブシーラポバイン、サイコビッチスマラコニースディバイシーストラップニックスホカ、トライビックエリキーグバウエリキーコップリサイビドシーベビカ、ベトセロラザブリスザグリツェニーザスティンチザブリークアイ、ザービッチ。ありがとうございます。